スペイン・マドリードの美術館にやってきた2人組1人が突然壁に落書きを始めるともう1人は絵画の額縁に手を添えます実はこの手には接着剤が塗られていて自らの手を貼り付けたのですこれはのの名画チャクイのマハで 落書きをした人物も隣にある裸のマハの額縁に自らの手を貼り付けました二人は環境活動家で壁に書かれたプラス1.5度は温暖化を産業革命以前の水準から1.5度に抑えるというパリ協定の目標を指しているとみられます絵画に損傷はなく二人はこの後逮捕されました